私の家でね、炊き終わったんですけど、ちょっと私、知り合いのちょっと方から、おじいちゃんから、おじちゃんとしたおじさんから、セレブのパーティーがあると。聞いたことない名前の芸能人とか、調べたら、なんか、おじいちゃんが歴史上の人物だったとか、すごいね、女優さんとか、女優とか、誰でも聞いたことある、誰でも聞いたことある人たちのパーティーにマリナが呼ばれて、アリちゃんもどう？じゃあ一緒に行くってなって、どんな服がいいかなってやってんだけど、マリナそれに行くの。いやいやいや、スウェットはダメって言われたんで。ちなみにジュキアも繋がってますね、この方。怪しいよ！ジュキアも呼ばれてるのかな？今回ジュキア呼ばれてるの。ジャージやろ。超有名人。超有名人。このリストに入ってる超有名人。なんかさ、かわしいよ。マジのリスト。セリーヌのさ、ワンピースやった方がいいかな。それでいい、それでいい、これでいい。やりすぎセリーヌは。セリーヌ。セリーヌ、セリーヌやりすぎかもね。港区女子っぽい。うん。今持ってないの？これよ。ちょっと見よう一回。セリーヌ、セリーヌはちょっと、気合いすぎちゃう。セリーヌ、リオルディオルロレックス。ロレックスバレンティーノにしようとなんやらしいわ。でもね、そのメンバーが本当にいるのであれば、似合うはずよ。全然知らんおじさん。あ、でもセリーヌ、セリーヌしてないじゃん。よく見たらセリーヌ、セリーヌ。あ、それいいじゃん。あ、いい。でもうちあれで行くよ、今日のピクニックに選んだ服でしょ。いや確かに、さっきの1個目のゲームのとこに着ていく服じゃないって言ったのがいい。チチ出してったわよ、おじさん。いやダメだ、そういう感じ。テキーラとか出てくる感じじゃないか。どうしよう、入ったらクラブになっちゃう。DJ コーさんいた。終わりだよ、もうサムさんいて。いいわいや、マリアちゃんは最初に着てた下がロングスカートが良くて、アリちゃんはそれでもいいけど、ちょっとなんかブランドが渋滞してるからね、最初の方でいいかもね。グレールね、グレールで安定にね。ちょっと一回着替えてもろて、本当にセレブのパーティー行く感じで着替えて。はい、いってらっしゃい。はい、アリちゃんさん、はい、わあ、はいはい、大人っぽいね。でしょ、おしゃれよ。なんでグラス持ってんだ。練習しとかなきゃいけないんで、ワイン飲む。カバンがないと思ったら、確かに。ちょっとさ、一枚なんかあったほうがいい。そうだね、上なんか寂しいかも。ブランドありました。あれ、まあ、ブランド持ったほうがいい。1個は体のポイントとして。ありました、ブランド。最悪だよ。ね、待って。2点とも韓国で買いました。偽物じゃん。後ろ向いてみて。貴重な。こうじゃん。マリナ、これだけはやめて。開けたらちょっとセレブみたいな。うん、うん。てかさ、セレブのパーティー何時からやってんの？え、もう。もう始まってんじゃん。こんな適当でいいの？え、着いたらもうみんな帰りましたみたいな。いや、やばいそれ。有名人は明日からもう早いから。そうだよ。もう本当におじさんしか残ってる。待って。マジで、多分中絶対動画撮れるわけないから、報告するのはどういうやつだから。うん。話で。ちゃんとしてた。あ、ちょっと嘘だし、ごめんね、面白い話なかったわって、こういうのだって、こういうのもこういうワインが出てきてってちゃんと説明する。うん。レポする。何をそれ持つの？いいんですよ。テイスティングしなくていいんですよ。さっき二人で話したのは、いろいろ詐欺じゃないかっていう。ねえ。その自信どこから来るん？うちよく聞くよ。いや、芸能人の友達って言って、マルチとかに勧誘されるみたいな。あるよ。最悪も港区やん。港区のホームパーティーほど信用できないものはないって。え、もしマリナそうだったら、もう本当、あれでサポートですかね。罰だよね。後ろでワクワクしていってるのにさ、そんな。多分、拓大渡されて終わりよ。そしたらもうその宅台でみんなでご飯今日うち服めちゃたくさん持ってきたんだから黒もあったし、下あったんだけど、これ一番良かった。うん、なんか明るい。黒だったのちょっと暗いから。え、しかもうち今日美容室行こうとしたの、でも寝坊しちゃった。あ、セレブのパーティーがある。そう、セレブのパーティーがあるから。そう、アリシャンも髪の毛直した方がいいよ。マジで？え、直した方がいいよね。マジ？あ、またアリシャン、アリシャン、セレブらしくちょっと耳の横の毛出した方がいいね。え、なんかさ、手土産とか持ってった方がいいかな。絶対持ってった方がいいよ。無理だ。確かに絶対手土産とか絶対、普通さ、ワインとかさ、一本絶対持ってた方がいいよ、マリナ。なんかないや。確かに、ワイン。水。これ、やべえだろ。飲みかけの、でも高いからね。飲みかけのトマトです。あれだ、つまみにどうぞ。つまみ。おい、まあ、一人一人。わさび？わさビーフとかいい。でもさ、いや、ワインとかだとみんな価値知っちゃってるから、下手に、写真集サインして。1個誰にあげんの？いっぱいって誰にあげんの？せめて今日の主催者に人にはあげた方がいい。ある写真集。その1個だけは。車にいっぱい積んでるけど。1個もね、あえてね。3人の表紙のやつがあれば。3人の表紙のやつ車の中に。え、それめくればあるよ。え、マリナさ、カンコレのさ、袋の中にうち1冊入れたよ。え、じゃあ、この絵の本持ってって。こういうな自分の写真ですよ。出して、出ましたね。の方がいいよね。
手にさ、下手にね、食べ物系だとね、なんか分かっちゃうね、価値は。うん、もう並ばなきゃ買えないぐらいのカヌレとかじゃないと。そうだよね、なんかそうそうそう、よくエンリケさんが持ってくる、そうそうそう、なんか高級カヌレとかじゃないと、逆に水戸とかじゃない水戸とか高級コーナーうまいけどね、うまいんだけど今空いてる時間帯のさ、もうそれぐらいしかない。てかだって7時半ですよね、もう1時間過ぎてるんで、盛り上がってんじゃないもん今。だからちょうどいい時間に行くのがいいんだよ。どうする盛り上がってる厳格なパーティーでさ、父からアワンをくれるなんて考えられないみたいな。でもマリアちゃんのそのおじがね、え、うち怒られても知らないよ、パーティーの時間。泉ピン子とかいるかもしれない。確かに泉ピン子さんいたら怒られるよ。泉ピン子さんリストないかな。ないよ、リストなんか大丈夫。リストある時点で怪しいな。リストってなんだ。リストっていうか、まあ代々大体に何そんなのジャーとは書いてないけど、髪直してしと、やれやれ、いつもポケカシに行かないと。ついてます？ゴムか、ね、なんかさ、偽物のさ、なんでもいいからベルトない。偽物こうね、でもサボサなんだけど、ちょっとサボサだよね。おしんみたいなってるでしょ。おしんここテンパだよね。うん、テンパなの。うちここ怖いんだけど、ちょっとして、ここゴムうちもうちに、これすごいテンパなんだ。そこの産毛がテンパでさ、え、無理だよこれやんの。ほんと後ろにできないよこれ、テンパだもん。じゃあいっか、そこは、うん、気になんないでしょ。そんなに S 字にの方がいいな。あー、確かにうまい、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 うまい。楽しみだな、セレブのパーティー。セクターのダシティみたい。確かに誰がいるのかなみたいな。こういうセレブのパーティーに友達と行ったりするんだよ。で、映画の監督とか雑誌の編集者とか、そういう人に出会うの。野球選手とか、はい、へー、野球選手とか今 WBC やってるし確かに野球関係の人いるかな。で、野球大谷翔平の親戚とかさ。で、昨日までですからね、一回一旦は野球ってことは今日休み、今日休みですか、野球。あれ野球選手大谷翔平ってなる。前髪は？前髪あえてのシースルー。絶対やめたほうがいい、絶対やめたほうがいい、絶対絶対やめたほうがいい。うん、母になっちゃう。難しい、セレブの髪の毛。盛り上げ気になる。確かに盛り上げめっちゃ気になる。こうお土産があるから変なんだ。そうかも。これさ、なくせばさ、そうしよう、今切る、今切っちゃう、切っちゃう。ないのあれ。あった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 。パーティー行くからお土産切るね。好きなの。待って待って、今お土産切るね。どうやって切ればいい？これ結構切ることない。待って、ガッチャンパチこんなのやめよう。うち、ラビーでやる。こんなお土産、お土産バツって状態でセレブのパーティー行けない。大丈夫大丈夫。あとは自信さえ持っていけば大丈夫。あ、じゃあもう、あのさ、ウォーキングのレッスンした料理歩こう。ウォーキングレッスン、入ると結構重要だから、堂々たる歩き方の方が絶対いいと思う、セレブのパーティー。ちょっと離れてください。行きまーす。せーの。何？はい。あれねね、パーティー入るとき挨拶って言って、なんかよくあるじゃん。ごめんください。ごめんください。長すぎ、長すぎ、長すぎ、もう十分だから。パーティー遅刻挨拶。言ってすいませんじゃないよ。いや、なんかあると思うよ。もうちょっと言い方。パーティーは遅れるのは3分までだって書いてある。もう1時間過ぎてる。やばいやばい、めちゃくちゃ過ぎてんじゃん。遅刻謝り方の方がいいじゃん。遅刻謝り、遅刻謝り方。遅刻挨拶のわけねえから、さすがに。正しい謝り方、うんうん、書いてないね。まあでも別にあの人たちもね、うちは来ること知らないし、そう思われて身内のパーティーじゃないから、うちは身内のつぶみしないようで、だからって感じなんだけど、あのテンプレートを読んでた方がいいから。私あの今日あの遅刻していくってもう事前に言ってあるんで。あ、なるほどね、はい、大丈夫です、はい、まあ、仕事の方みたいな、うん、はい、じゃあ遅刻してきた手で、はい、反省したら、うわ、なんか遅刻してきたくせになんかムカつく。嘘、うん、歩き方とかもっと申し上げそうにある。いや、お化け。すいません。もう始まってます。ですよね、すいません。靴のまま入っちゃったんですけど、大丈夫ですか？入ってくる。遊びで、遊びで出るんでしょ。すいません。やっぱ花飾りたくなるよね。うちも今日
玄関に飾った。絶対あの日何かあったじゃん。聞きたい、ね、あの日の話聞かせてよ。まだね、じゃあ行くじゃん。結果的先言うよ、うん、とんでもない人たちがいたの。おー、あ、ほんとだった。しっかりちゃんとしたかい。ガチでやばくて。まあ、じゃあもう自慢のように一枚写真見せていい、これ、うん、あ、でもこれは、うん、もう出していいですよって言われた。いいよって言われた。いいよって言われた。出していいよって SNS。いきます。はい。レディーズキングの本田さん、カンダウノさん、カンダウノさん、えぐっ。で、うん、どっちどんこにさん、どんこにさん置いてるね。これも OK、 これも OK。 ガチなパーティーじゃん。行った時はどうだったの？ついてさ、ちょっと遅れてったじゃん、1時間半ぐらい、100人ぐらいいて。じゃまず最初に行くやん。そしたらなんか、あ、こういう感じのパーティーねってなって、うん、一発目に思ったのは、絶対セリヌセリヌセリヌ行ってよかった、うん、あ、よかったんだ、うん、絶対セリヌセリヌセリヌ。だってそれはね、デヴィフジいるから。ちょっとうちら浮いてたよね、あの感じのカジュアルセリヌセリヌは、はいはいはい、浮いてた。みんなもっともっとパーティーだった。そこで着いた瞬間に、うん、あの主催者であろう女性がこう走ってきて、あらー、ようこそみたいな、うん、もうすごいね、元気なんだよね、その方。もうこのステルが多分いいと思う、うん、そうだそうそう、この主催者の方があの料理の本を、そうそう、もらったの、お出しになって、この本を出したっていうので、うん、ホームパーティー、お友達を呼んだホームパーティーだと。で、うちらえみたいな、うん、いいんですかみたいな。そしたらね、すっごい嬉しいことに、うんうん、女優さんたちもた見たことある女優さんの、うんうん、なんか名前まではっきりうちらも分かんなかったけど、うん、絶対に顔見たら分かるっていう女優さんたちが、うん、みたいな、まりなちゃんみたいな、かわいいみたいな、ヘラヘラさんでし見てますみたいな、うん、みたいな、私たちも知ってるんですかみたいな、だから見てるよ、かわいい、かわいい。大人気だったね、うちは。3人組の有名な女優さんたち、はいはいはい、背も大きいしさ、うんうん、あのスラッとしてるからさ、もううちら子供みたいに、かわいいみたいな、ありがとうございます先生みたいな。で、あれ、カルマのママ、カルマのママ、あの、トヨタのそうそう、マホさん、トヨタマホさん、マホさん、カルマのチャンネルよく出てくる、カルマママですって言われて、あのなんか、知ってますよみたいな、みたいな感じ でとりあえずまず着きました、うんうん、着いたらもう最初ファーストドリンクですみたいな感じで、もう配ってるのウェイトレスさんみたいなのウェイターいるの、ウェイター配っててシャンパンね、紙コップに入ったシャンパンを、しかも紙コップもなんか普通の紙コップじゃない、もうじゃない、おしゃれなおしゃれな紙コップ、とんでもないでかいディフューザー置いてあった、そう、あのワインワインの、うん、でかい多分超高いやつ、うん、でベッドルームみたいなとこ行って、うん、超おしゃれな絵と、うん、超おしゃれななんかあの植木みたいな飾ってあって、うん、でなんかそのやっぱおかえセレブたちがその、うん、あの絵とかについて話してるの。うんうん、絵はどこどこのデザイナーさんがみたいな、うん、そこのお花は何々さんが植えたやつでみたいな、うん、でマリナがそれマリナ聞いてなかったんだけど、あ、すごいそういう花とか一つ一つにこだわってんだって聞いたら、マリナがなんかさ、あのさやつさ、ネギしか見えないネギみたいなさ、なんか浮き鉢みたいなの置いてさ、ネギじゃない、あれネギじゃないの、ネギどめなさいそんなね、すごい人がやったやつかもしれない、ね、なんか誰かの子供、赤ちゃん来てて、うん、かわいいって言ってる、ずっと周りだ、かわいい、あのネギとか言ってネギだよ、ネギだよ、かわいいけどネギが見ないじゃん、見たことない絵とか、あんま話とかもこの間パリになっちゃったんですよ、私もその後パリに行ったのよねって、そうとかセレブや、私の演奏会のチケットも完売しちゃってみたいな、うん、バイオリンがなんかわかんないけど、本当に来て、だから総理大臣のなんか孫がどっちかいないみたいな、よくドラマで見るような本当のセレブパーティー、うんうん、聞いたことない会話の、うん、だから今日恥ずかしかったって、自分の今までの人生、人生をてかセレブってセレブと遊ぶんだ、うん、恥ずかしくなっちゃってさ、格好おかしいし、箸の持ち方がどの方で言われてるし、うん、確かにって思うんだけど、うん、ちょっとなんかうちこういう世界を見てしまって、うん、聞かなきゃ直そうすごいのよ、ただ見直さなきゃみたいな、溶け込めて溶け込めない自分が悔しいみたいな、すごいなんかもうみんなに慕われてる社長さんみたいな女性がいた、うん、話しかけてくれて、うん、すごく気さくにね、うん、でも周りの人たちがめちゃくちゃびっくりしてんの、あの人が話しかけてあんなに笑って喋ってるのってありえないみたいな、分かんなかったからそれ、あ、そうなんですね、みたいな、でも周りの人たちが何々さんのが喋りかけてるなんても考えられないみたいなって、でその
人の娘さんがなんか結構こう気に入ってくれてて、アドレスを教えてもらって、お母さんの英語の会話、日本人でしょ、どう、どういう、いや本当に住む世界違いすぎだよ、住む世界違うって思って、あれやばかったよね。でその後に、うん、なんか神田うのさんがデヴィ夫人を読んで、いつも一緒に、そう夫人みたいな来てくださいって、デヴィ夫人来て、すごいの、80何歳なのにヒール履いてて普段から。で、3日前とかに上がってインスタグラム見てって言われ て、それが私のインスタグラム見てちょうだいって言われて、かわいい、そう、私ダンスしてたのよ、これ3日前なの3日前に上がって最近踊ったのってすごいよね、すごい、で、この動画一番見せ場のところでこのリール終わっちゃってるの、上でなく上でくるくる終わってる瞬間があるんだけど、ちょっと怒ってた、ちょっと怒ってた、なんでここで切れちゃってるのよ、かわいい、デヴィ夫人あれじゃないコムドットとかとも番組やってたからさ、あの YouTuber ちょっと知ってるくれて、でもなんか YouTube すごいねみたいな、夫人もねやってる、夫人も YouTube やってるって言って、うん、なんか世界が違すぎて、うん、すごい、いやジャージも来た方が良かったよね、まあ来てくださいなければ行ったんだけどこっちもありがとうございます、こっちも、うん、最後にお土産でこちらお花どうぞって言われて、めっちゃ浮き上がりそう、すごいね、この2枚撮ってそう、うちとマリナでお花の写真を撮らせてもらったんですけど、うん、あ、違う花、赤い違う花、赤い違う花もらって、うち私がメイドファイアネットですねっつってなんて言っちゃってね、今むしろ、うん、むしろ、何言ってたっつって、何言ってたっつって、アンミカ大先生もいる、あー、もうだってもうアンミカ大先生に会いに、そうですね、大先生もいらっしゃって100人ぐらいだったの、100人は言い過ぎ、まあ、でもな50人は広いんだよね、めっちゃいろんな部屋があってみたいな、ゲストハウスみたいなところがあって、でぜひちょっとどうも小西さん、うん、今度動画撮りましょうっつって、そしたらいいよって言って、そこで動画回し始めて、え、先生のおじいちゃんじゃん、テリーのさんに送るから撮ってくれって、テリーさんめっちゃ動画撮って、どう小西さんって YouTube やってるの、まあ、やってるんだけど、テリー伊藤のお笑いバックドロップっていう、え、テリー伊藤さんのチャンネルなの、一緒に出てるわ、このね、動画撮った時にテロップの付け方とか指示してたよね、ツッコミテロップ、何この親父米印でやってとか、すごい、マジでね、セレブン食べれたの、うちこれあのしっかりこのアマゾンで買いましたから、え、買ったんだ、この本いただいたんですけど、別であの本も買ったで、あの一冊あるでサウリー、あ、欲しい、え、今度はあのあげます、あとね、あのセレブ会に行って思ったのが、なんかみんな余裕があって生きてるのよ、なんか笑顔がそれ絶えない、確かにプラスの人しかいない、すごいよ、主催者のこの杉山恵美さん、この人ハッピーオーラマジやばい、この人、この人プロフィールすごいよ、もうだってクリスチャンディオール広告として、そう、うちリオールの顔持ってたじゃん、うん、いいねみたいな、あれリオールじゃない、あーリオール広めたいさ、本当にだから大正解、あのリオール持ってって、偽物持ってなくてよかったね、だってリオールの偽物持ってないから、すごいリオールの広告として本当にあの人生経験でいい経験だったね、うん、いや本当ドラマの世界の数の名刺もらって、魔法のカードもらって、魔法のカードこう言ってた、魔法のカードだったんだけど、これはいろんな社長さんに、うん、あ、この僕の名刺ねって、あ、僕こうどこどこの店、どこどこのどこどこの店やってるんだけど、この名刺ミスはただだからって、じゃあ僕の名刺どの店で、いや、じゃあその人で、魔法のカードですねあ、これ魔法のカードですね、いっぱい使っていいよ、で余裕が違う、まずセレブは余裕があるから、もうそんなそこら辺にうちはもうカバンを適当に置いておいて、もう誰も盗まれることもないから、そうもうどあうちの側はあっちとか思っても、安心してその場にまず入れる、その中でお金がそれだとありえないから、本当にセレブガチのセレブしかいないから、もう本当にガチの人たちだから、まず余裕があって笑顔がたくさんで、どんな人にでも気さくにこう、そう、話しかけてくれる、うちらみたいな、そうさ、うん、いろんな人紹介してるじゃん、そう、うちにこのエミさんがね、ちょっとおいでおいでみたいな、で、そんな写真写っていいのっていう集合写真に、ほら真ん中においでって言われて、ね、すごい、こんな持ってないよ、絶対ヘアメイクしていっても正解だったよ、これ、うん、じゃあさ、次からもっと派手ないよ、その時に違ったのよね、そう、で、うちはこれを、これでね、うわ、人の見た目とかってマジ大事じゃん、うん、PPO みたいな、うん、
で、うちら今までさ、撮影の時とかさ、大事なイベントの時とかもさ、全部自分たちでさ、通販とかさ、Amazon とか楽天とかでさ、頑張って服探してさ、やってたじゃん。もうちゃんとスタリストさんつけた方が良くないってめっちゃ言われた、その場で。なかなかさ、自分たち用意するっても、あんまさ、こういう綺麗な格好で。わかんない。ちょっとわかんないから、ね、どこのブランドかもわかんない。そうそうそう。そしたらね、それ悩んでる時に、ちょうど、パリコレとかに出店してる、すごいあの服のデザイナーさん、40社ぐらいブランドをサポートしてる方が、うん、女の人なんだけど、よかったらうちの展示会遊び来てくださいって言われて、明日から3日間ちょうどやってるんですよ、って言って、うん、昨日行ってきたんですよ。あ、行ってきたんだ。はい、彼女は行ってない。彼女は、ね、私がちょっと行ってきまして、展示会もお邪魔させてもらったんですよ。あ、結構みんなが着れるような服、いっぱいあるから、いっぱいやってるから。で、奥に世界的フォトグラファーのなかなか会えない超有名なフォトグラファーいるので、ちょっとご挨拶行ったの。すごい写真がもうめっちゃ飾ってあるわけよ。うん、あ、なんか見たことあるかもみたいな写真ね。で、男の人だけど。はい、Nice to meet you。英語。日本人と外人、ずっと日本人なんだけど、ずっとアメリカにいて、最近1週間ぐらいだけ帰ってきてるから、ちょっとだけしか日本語喋れない日本人。うん、でそのお友達みたいな2人組、めちゃくちゃイケイケなの、ロン毛で、超かっこいい。Hey, nice to meet you.Thank you. 英語なの、うん、全部英語なのね。ですごい、誰々が戻って誰もう外人のもうすっごい有名なハリウッドスターを写真撮ってるみたいな、うん、みたいな。 Thank you, thank you ってうちやっぱ英語喋りたいそこでは全然ない。だから昨日からうちセックス&ザシティまた吹き替えで見るのやめた。そしたらね、声が全然違くて、吹き替えで見てる声と本家の声が全く違くて、全然聞き取れない。確かにシーズン4まで行ってんだけど、もう全然聞き取れないの。全然マジ影響されるな。でもそれはいや、影響の塊が連続してるの、うん、だってもうさ、グローバルで活躍してる人しかいなかったからさ、うん、違う世界すぎて、新しい世界が違 う, もうそこにいた女の子がね、あのそのインターナショナルスクールに通ってる子なんだけど、その子がヘラヘラ三銃士をぜひ海外に向けて発信したいって言ってくれて、一緒になんかやりませんか。もうなんかもうさ、本当にあのいいところのお嬢様、お嬢様、スケートやってるって感じ。本田美優ちゃんみたいな、黒髪でもう、やっぱさ、子供とかさ、上品育てたいだと思う。いや、自分が上品じゃなきゃまず無理じゃん。無理だね。え、そうじゃない。しかも急にやれるもんでもない。いや、でもあと、うちあの場で学んだこと、みんな喋るのがゆっくりなの。あ、早口で喋る人は誰もいない。確かにそういう落ち着いて喋って。だから神田さんも夫人こちらはですね、夫人もあらそうなの、ゆっくり全部、話にこう言ってくる人がいない。そう、もうゆっくり喋ろうと思って。でも上品さで言ったら、うん、マリナが一番近いと思った。そうだ、あの松岡翼さんとの対談の時、みんなゆっくり喋ってるじゃん。なんかそこでもなかったけど、田中ちゃんが早くしちゃったけど、なんか松岡翼ちゃんゆっくり喋るじゃん。喋るね、落ち着きがある。そう、ああいう人ってやっぱ上品に見えるよね。マリナちゃんは元があのよう喋るタイプじゃないかな、よう喋る人と言うとよう喋っちゃうの。喋りたいです。すごかった。セレブに影響されちゃったよ。勉強になった。勉強になったよね。一着ぐらいで、ね、いいね。ちょっと無理ね。もっと着替えて。もう一回。あれか、私思ったよ。でもさ、スタイリストさんつけたらさ、毎回変えられるもんね。そう、買うわけじゃないから。奇抜じゃなくても形とかさ。でさ、まあ、もちろん私服着る場面もあるじゃん。これとか全然自分の服だし。差が激しいでしょ、うちら。いや、でもさ、なんか、あやちゃんとかさ、ブランドのさ、呼ばれるじゃん、俳優、あごみちゃんとかさ、すごい服、かっこよくない。まず呼ばれないの、うちら。そういう服着れないと思われるから。うちらはこれから、いいブランドさんに呼ばれるように、服ちゃんとしてく。これもさ、いい影響だよ。前みたいに、ヘラヘラ、こう変な格好で出てよって思うかもしれないじゃん。けどそれうちら大人になる第一歩。どっちも大事だよ。どっちもね。うん。こういう緩い時は緩くてもいい。次から家でさ、カチカチの服着てるでしょ。もうさ、スマホとかさ、こんなんなっちゃう。こんなんなっちゃう。まあ、時と場合だね。無理だ。そう、だから毎回それはうちららしくない。家で着る服の、あの、言ったら、こういう服もあるの。そうだね。外でさ、あのレストランで女子会とかなったら、そうそう、港区女子なんて一人もいなかったよ。いない。本当に港区女子入れない。絶対入れない。いやでもあれマジもっとちゃんとしてた方がよかった。意外とそういう時見てるからあれだった。なんかもっと高いブランド、なんかハリー・ビステンとか、なんかグラフとか、そういうめっちゃ
宝石系の服っていうか、そうそうそう、ここにちょっとだけあのここにプラだ、このタグがこのタグがそうプラなんか無地なんだけど無地なんだけどめっちゃ高いブランドなんだろうなみたいな、でもセレブってそういうイメージ、このシャツ多分ディオールだなみたいな、なんか、うん、だから逆にそういうの着てったら頑張ってるんだ、そう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 、あれでよかったんじゃない、あれであれだったからなんかこう可愛がってる、そう、あるあそうあると思う、あるよね、あ, あれでキメキメでさ、いかがしかなんかな、粉まきだから、スリッパーのおしゃれ、そうだね、あれ良かったよ、あれ良かったよね、絶対ね、頑張って、そう、頑張って、綺麗にしてきた、ああそのディオールねみたいな、三、うん、時間ずっとこれ、三時間ずっとこれだったから、なんか可愛い、犬もセレブでしょ絶対、多分でかい犬だってる。トイプードルとかじゃない、もうでかい、うん、だってさ、大きい犬飼えるっていうのはそれぐらい大きいのを家に住んでて、 それぐらい世話ができる余裕がある人が買うから、確かに、まあ、すごかったね、本当にすごかった、すごいね、あでもあの本当だったっていう、本当だった、あの嘘じゃなく、うん、いや嘘じゃない、本当ですよ、いい人いっぱいいた、うん、お家でさ作るさセレブご飯、今度マリナの家で作って、ちょっと押すようにね、これ YouTube で紹介しますねって、あ、そうですかみたいな、ありがとうございます、うん、とか言ったんで、でもお店に行きたいんですけど、ごめんなさい、これで作ってほしい、うん、いいな、アンミカさんも会いたかったな、幸せになりそうだね、なんかあの、うん、すごい本当に何歩くパワースポットみたいな、いや本当さ、空気というかさ、あの空気すごい絶対っていう感じでした、私たちがこれから、上品に、はい、と生きれたらなって思います、また今度ちょっとパーティーやったら呼んで、あ、また、そう、一応またこういうパーティーやったら、うん、来週ゲット、あ、来週か、来週ゲット、いや、俺のラインは早くしないと、俺のライン1日経っちゃった、うわ、結構遅い、でもしないよりいい、そうだね、でもあ、じゃあ、そういうの結構即売れしないと、ね、マリナに教えていただきました、あ、今、マリナ、マリナ、今教えてもらったから、あ、じゃあ、マリナの先生、マリナが、マリナが、え、マリちゃんのそういうの早いよ、すぐ、うちは帰った瞬間すぐ、そうだね、すぐ、めちゃめちゃ早い、じゃあちょっとお礼のラインいただきますね、お疲れ様です、お疲れ様です、ありがとうございますっておかしいでしょ、先日はありがとうございます、マジ楽しかったです、チーテンテン、チーテンテン、マジ楽しかったです、え、それは私、マリナちゃんの、そうそう、マジふっかるなんで、いつでも呼んでください、場面で呼んでください、すぐ飛んでいきます、最悪、ワンチャンいつでも行きます、うわやばいやばい、最悪っていう感じでした、はい、じゃあ今後のヘラヘラのどう変わってくるか、はい、今後のヘラヘラ、あ、ちょっと変わりつつあるなって思ってください、はい、バイバーイ、あ、かわいい答えも